ようこそ豚猫ゲームチャンネルへ。どうもです。豚猫ゲームチャンネルのプラネットコースター、続きをねやっていきましょう。はい、豚猫ここにいますね。ニコニコしてます。いつもニコニコしてる再開。前回のね、まあ入江か、ここね、まあその土地は広いんだけどねっていうところで、まあ今のところシルバーまではクリアしてんだけどねっていう。今こんな感じです。前回はね、こうなんだ、ザブーンコースターのこうねライドアトラクションを作って、で、まあ、その後どうしたかっていうのもちらっと見えてんだけど、ここです。はい、コースター作りました。ジェットコースターです。これはこれすあのねちょっとで気持ち悪いからあんまり動画で見せられないの。わあ、うわあ、うわあ、うわあ、これね、ちょっとね、角度つけすぎちゃったんだよね。普通のコースターだったら、うわあ、いいんだけど、このカーブとかね、ちょっと曲がってればいいだけなんだけど、もう一回乗って、ちょっと上からどんな感じになるか。本当のね、本当ですか、単純なシンプルなジェットコースターだったら、まあ、ここまで揺れないと思うんだよ。ただこれトロッコ型で真ん中側にこう軸があって、多分おそらく真ん中軸ってわけでもないと、この左右にね動くんですよ、余計に。だからね、めちゃくちゃ気持ち悪いんですよ。普通のコースターだったら、まあ、ちょうどいい感じのマニューバーが体験できるんじゃないかなってぐらいには、角度つけてあるんだけど、ちょっとやりすぎちゃったんだよね。ほら、こことかちょっとね、回転はしないんだけど、まあちょっとね、やばいのよ。わあ、こっから曲がるわ、曲がったはいい。あ、ここまではいい。さあ、こっからだ。からの、うわ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 おえおえ。ちなみにこのコースターのね、吐き気度は結構4点と割と高い、高め。恐怖度、これでも下げた方。興奮度もちょっと本当は高くしなきゃいけないんだよね。縦方向、前方向、G がね、垂直方向 G の方が強いのかな。どうなんだろう。まあ数値だけ見てるとね、すごいことなんか、ここら辺のカーブ曲がってる時はもうね、吐き気がねマックスになって興奮度はねこう上がってるから全然ないんで、恐怖度はねこう高くなればなるほど上がってってもいいと思うけどね、下がった時の方が恐怖度って高くなるみたいで。あ、ビクトリー3が故障した。うわー、ちょっと先にこっちを見よう、すぐ終わるから。うわー、この辺はまだいい。こっからもうダメ。うわ、うわ、やばい、やばい、やばい、わ、わ、わ、気持ち悪い、気持ち悪い、うえー、うえー、気持ち悪い、やめて、うえーっていうのがだいぶ続いて、でようやく下がってきたかなーと、ここら辺大丈夫かなーと思ったけど、おー、最後こう、ぐわーってきた。この辺をなんとかしなきゃいけないんだよね、カーブを。で、最後なんか結構、おえーってこと。恐怖度はまあ割といい感じ。で、まあ興奮度は結構高いから、まあ楽しいのかなっていうような感じは。で、なかなかいい感じに売れてますね。さあ、ビクトリー3が壊れちゃったって？どれどれ？これだったろ？ビクトリー3。作業員の人は？どうやって？パーク管理で。スタッフ、まあ、ここのビクトリー3はもう別に、2人しかいないのか、整備員。もう一人足そう。少ないわ。で、ここだ、こっちだ。後ろから入ってこれない。
いや、もう壊れるから結構な、そろそろここら辺も。4人、5人、4、5人ぐらいはいてもいいとは思うけど。限界パークだからね、今。だね。相変わらず、この、何が面白いんだかよくわかんない、これ。曲変えるかも、ちょっと可愛い曲に変えるね、これ。これの方が多分いいと思う。これだな。うん。これにしよう、これ。これの方が。ああ、これ OK したくね。はい、終わり。まあこれファミリー向け用だからね、この観覧車は。こっちもそうね、メリーゴーランド作った。乗ってる乗ってる、大人も乗ってる。やっぱメリーゴーランドはないとね。これ上も乗れるのかな。上乗ったら結構楽しいよね。でもね、満員まで乗ることなかなかないからね。待機列が短いからね、全員乗り切れないんだったんだ。これだけマックスまで行っても多分全部座席下で埋まっちゃうんじゃないかな。メリーゴーランドそんな待機してもしょうがないじゃんね。子供たちに待たせちゃうもったいないし。最近気づいたんだけどね、これコストは、コストはどれだけかかる？あ、修理コスト、修理がかかる。30分おき、別に。1時間おきぐらいでメンテナンスとか見に行ったらいい。まあ、補充とかも加味するんだったらちょっとあれだけど。ちょっとね、飲み物が少ない。わあ、この辺、ゴミが多い。ちょっと待って。パーク、清掃員。ちょっと待って、清掃スタッフ。清掃員いっぱいいるはずなんだけどな。すごい汚ねえな。この辺こんなに汚いってなかなか見ないけど。ゴミ箱設置しとこう。ゴミ箱いっぱいになっちゃったかな。こっちに、ほらこっちゴミ箱あるのにみんな道中捨てて引き上がる。もう最悪だな。ゴミ見とくか。めっちゃ捨ててくな。この辺もゴミ捨ててくな。いや、ゴミ箱ここにあるんだけどね。ひでえな。あ、ひどいな。あ、ひどいな。ちょっと、清掃員増やそうか。清掃スタッフ増やそうぜ。これはちょっと困るね。この辺よっか。こっちにね、一応インフォメーション、インフォメーションセンターがあるんだけど、誰も来ないもんでね、スタッフ辞めてっちゃうんだよ。どこ？どこのスタッフ？あ、もうやってらんねえよって。やってらんねえよ、こんな仕事って。人がもうこんだけもうね、いくら頑張ってもあれじゃっていうので、ショップでね、カスタム選んでジュース選ぶと実はこういう風にジュース置き場が、自販機が置けるということに気がついて、今まででずっとね、なんだ、飲むところがない、飲むところがないって言われてたからって。だからね、販売店増やしてたんだけど、販売店高いでしょっていうことでね、こういろいろやってたら、なんとこう
ね、普通に。普通に自販機で購入はできると。自販機置いたら近くにゴミ箱置いとかないと多分ね、ダメなんだろうな。自販機の場合はそうだよね、近くにゴミ箱ないと。このすぐ脇にゴミ箱用意しとかないと。限界パークだからね。この間にすごいなんかゴミ箱設置されてあるけど、全く無意味だろうな。今お金がある方だから。ああ、どんどんお金減ってる。お金減ってる。ここの歩道の色が変だから、ちょっと。ここだけ。あれ選択できないぞ。あー、もう店員がいない。ほらここも店員置くけど、店員は置いてるけど、飲み物自販機は置いてもいいかもしれない。ほい。あ、お金がない。嘘。やば。なんで、どこがそんなに金かかっ、動いてるでしょここ。ここ人気ないんだよね、なんか知んないけど。そもそもこのなんか、あ、やめた、スタッフが。どこ？これメインのところじゃん。ここやめられるのすごい困るんだけど。ほれ、頑張ってくれよ。ああ、もうせっかく稼いできたのに、一気にお金が。2000ぐらいなんとか稼いできたのにな。従業員増やしたからか。自販機寄ってるな。収益がね、月間利益がね、もう手元にあるのが2ドルとか、すごい限界パークになってしまった。これ飲み物欲しがってますって出ちゃうからさ。飲み物をだから設置はしたいんだけどねーって言います。結構人いるな。値段を上げるか、ちょっとちょっとだけ値段上げようか。ここは？まあいつもこれはまあこんなもんでしょう。メリーゴーランドは？メリーゴーランド人少ないね。まあね。ちょっとね、こうやっぱ AI がね、上がってきてるからね。犯罪は多いのよ。
この辺の動向見とこう。ああ、中入ってく。吸い込まれてく。ああ、途中でやめてる。並ぶことすらできなかった。並びたかったけど並べなかった。ベンチ必要ある。ベンチそこらにあるだろ。座れ。ああ木が邪魔で座れないのか。しょうがねえ。ああ今座ろうとした子供は吸い込まれていった。ああ今お金がもうマイナスです。マイナスドルです。なぜそんなことになってる。どこも稼働してるというのに。なんかね、故障があったりとかすると一気にね、人が乗らなくなってしまいますけど。これ一回消すか、ここ。このタコを向こうに持ってってもいいな。ファミリーエリアに移動させるっていうのありかもしれない。ただお金がないから、こう、道の設置ができないよね、マイナスだから。あ、自販機の方が安いのか、飲み物が。まあ2ドルとか3ドルだからまあそれぐらいだったらいいか。金がないよ。スタッフがいないところも探しとこう。ここは大丈夫。これぐらいのね、頻度で来てくれればいいんだけど。ゴミ箱は大丈夫。うわ、すごい混んでるね。すごい混んでる。自販機に人が並ぶっていう。ちょっとこれはまずいな。値段上げるか。200、2ドル?ガルビーソーダ限定版。5000とずつ上げるか。あ、今ようやく収益、おお、ちょっとね、やっぱね、収益が足りないのがね、問題ですね。座るところとかも増やしたいんだけど、本当は。あ、スタッフいないじゃん。スタッフがいなきゃね、やっぱね。あ、これはスタッフじゃないけど、ね。なんだっけ、アニマトロニクスね。あ、アニマトロニク。ニックね、アニマトロニックね。ちょっと値段上げちゃおうかな。ちょっとだけ値段上げちゃおうかな。入る?あ、入ってかなかった。入ってかない。料金が高いから?入ってった。よし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 。まあ、価格帯はまあそのね、なんだ、世帯の生活環境にもよるから。ここ全然人来ないね。ピザ屋さんピザ屋誰も来ねえや待ったな。ピザ安くするか。売れなきゃ意味ないからな。お客さん来てくれないと困るし。 Just a
モメント。ウマトモファイオ。よし、これでやってみよう。ピザ屋人来ねえな。困ったな。今40ドル、2ドル、21ドル、40ドル、35ドルとかそういうぐらいの。お客さん寄ってく？寄ってけ。あ、寄ってってる。よし、いいぞ。寄ってってる。やった、ようやくピザ屋さんに来たぞ人が。やっと売れた。この未完成コースターは相変わらず割と人が来る。あ、修理中？あ、点検中？あ、点検よし、終わり。点検場所を固定するか。点検故障、自販機の点検、破壊行為の点検故障修繕、自販機はこの人はやらなくていいや。じゃあ15ドル。エリアを指定できるんだよね、やっぱね。そうした方が。清掃員が。トイレ掃除、施設掃除は、ゲロ、ゴミ。ゴミ箱じゃなくて、あ、まあ、ゴミはまあやろ。施設清掃とトイレ清掃。ベンチと施設清掃をゴミ箱に設定する。ある程度職業分担をしとかないと。みんな並ぶね、やっぱ。喉すごい乾くんだよね、ここは。よく歩くからかな。そして誰もインフォメーションセンターには来ない。一応全部のところを見る、紹介するようにはなってるんだよね。専念できる目的地は全部設定してるんだけど、誰も来ないから、利益マイナスになってるな。例え1ドルにしても誰も来ないからな。なぜなんだろう。まだ自販機の方が儲かるよ。誰も来ない、ほら。誰も来ないよね。消すか。で、なんか一緒にあれだな、ショット施設、救護施設は必要だから、こればっかりはここに置かせてほしい。
あ、資金不足。え、なんで？やめて、資金不足。救護施設ないとちょっと評判下がっちゃうんだから。お金がないです。客は来てんだけど、客は来てんだけど救護施設と、入場料ちょっと上げるか。ちょっと上げるか。でもね、今こういうなんだ、なんつったらいいの、事務的な調整ばかりが進んでますね。ここね、全然一回も故障したことないんだよね。この辺も本当は自販機欲しいとこだけど、トイレのこの近くに自販機欲しいな。今もうどんどんマイナスになっていくんだよね。誰も乗ってないけど、どうして？あ、乗ったか。よしよし。うわ、どんどんマイナスになっていくどんどんマイナス。お客さんは来てるのにマイナス。人気ないからこれのアトラクションは終わりです。はい、残念ながら終わりです。皆さんありがとうございました。はいはい、どいてどいて、早く行って、早く行って、早く行って。人がいないところは閉鎖しちゃうもん、どんどん。パーク縮小計画。こうね、こういうふうにポンっておいて。まあ、これはなんか、あのね、景観として用意しとけばいいかな。この辺とかもね、消しちゃおう。木を持ってきて、見えないように。ここに昔は何かがあったって思わせないようにしたわけや。この辺の木とか持っていっちゃうか。あ、ここはでも、あ、いいや。こ
このままで、ここの、あ、でもここの木はあれか、あ、ここで消えてるから、この辺の木を、誰も見てないし、これを。よし、これでいいだろう。よし。ここはただのルートになったと。でだ。問題なのはさ、この辺よな、この辺。こっち面白いんだけど、遠いんだよね、やっぱ。ルートからして。だから、アトラクションをこっちに持ってくるか。そういうデザインはいいんだけどね。こっちまで足を運ぶ、今、余裕がないじゃん。ね、みんなこっちに集中しちゃってるから。パークの収益もね、マイナスだし、ほぼほぼ。ここの道がな、あるからな。この道は生かしたいんだよな。裏から通る道として用意しておくか。一旦お客さんが来ないようにして、それ一回クローズにしてお客さん出しちゃって、人気のアトラクションだったけどね。動かしておくか。どうしたらいいかな。なんかこの辺にこうライド型アトラクションを1個用意してみたいな風にすればいいかな。こっち寂しいんだよな、すごく。こっちが寂しい。この辺なんか森で囲っちゃっても、この区画は1区画これで終わりにしちゃった方がいいかもしれないな。この辺持ってくるか、もったいないから。こうやってこっちに森をちょっと対応して、これはまあ高いところを見ちゃうからどうしてもね、あれだけど、この辺の木は移せるだろう。この木落として、木を配置するとね、まあ一応景観のアイテムになってるから、木を設置するだけでもこのね、パラメーターの8行列のやつがちょっと上がるのかな。でも本当はもうちょっとなんかいろんなものを置いた方が多分いいんだろう。とりあえずこの辺は囲っちゃって、
今収益としてはマイナスですからね。維持費が高すぎちゃうのかな、多分。お客さんの数はいいし、もろもろの見た目もいいはずなんだよね。だけど、こんなもんかな。この辺、お金になるし、これ売ると。こっちはこれ以上物を増やさないようにしたい。こっちはもう今まだ予定はされてますよー程度にしとこう。この辺にアーチをなんかこの辺にかっこよくつけちゃう。よし、もともとね、なんか物が多いパークだったから。連続して選びたい。今思えばこれを使ってうまく柱にして街灯を作るっていうやり方もあったかもしれないな。今お金が貯まってきたぞ。少しこれ道消しちゃうからな。本当はもっとねコースターとか広げたいけど、あるしね、なんなら。ライド系コースターが一つあって、この辺のヤシの人が移動させたいけどな、いっぺんに。こっち持ってくるか。
で、これ消して道も、またね、回してこようと思えばいつでも回してこれるし、これは、あ、これも岩なんだ。そう、なるべくお客さん見えないようにしたけど、下草もね、生やしていきたい。隙間に、お、修理が終わった。うん、よしよし。あ、ようやく今1000ドルぐらいまで上がってきてる。いいぞいいぞ。なんかこう、人気じゃなくなったアトラクションをどんどん消して新しいアトラクションを作っていかないと。まあコースターとかはまあいいんだけどね、ライド系のやつはね、結構ダメだね。すぐ人いなくなっちゃうね。分散傾向になっちゃうから、やっぱりうまく、この木とかもね、結構増やしていくと金かかっちゃうから、ポンポンって生やしていくのは楽だけど、生やすのは楽だけどね。よし、どう？これでちょっとまとまりがまたできたんじゃない？本当はこっち側とかなんか大きな山とか用意してね、見えなくさせちゃうのが一番いいんだろうけど。またお金貯まったらね、結構ライド系のやつとか用意して。これだけでもだいぶいいよ、大きさ的には。どうだろう、でも。これでもサイズ的には、東京ディズニーランドの3分の1ぐらいか。富士急とはもしかしたらどっこいどっこいレベルかな。あ、富士急とはどっこいどっこいレベルかもしれないな、このサイズだと。こっちね、あのキッズパークエリアってね、感じで用意しておきます。こっちは。あ、座ってる座ってる。お、キッズたちが、キッズたちが楽しんでいる。
や、歩くところが本当にいっぱいあるのはすげえ楽しい。こっからの景色最高じゃんね。いや、最高でしょ、この景色は、本当は。うん。景色を楽しむために、やっぱり、あれかな、ベンチを置くべきかな。タルベンチ。ういっ。よっ。おっ。で、ゴミ箱。ほいよっ。ここからの景色最高だぜ。ここから見るパークの景色最高よ。すげえ。で、ここからさらにこう降りてってね、降りていくわけよ。こここのアーチは照明とセットになってるのか。じゃあいいか。こう降りてって。ね、降りてって。こっち行って。こう行って、こう行って。これよく見たらこの鍵爪すごい危なくないか、これ。上を通ってるところの下を通ってくると結構楽しいんだよね、これね。やっぱあの、なんだ、歩道、おっと、ゴミが。道中もね、アトラクションですから。あなたの、ベンチ、ゲロはあんまり見ないんだよな。あー、ゴミが多いな。どこ？自販機多い。自販機増やすか、今お金あるから。カスタム。混むなあ。しかしそれにしても、そう、今お金があるうちに救護場所、救護施設を置かないと。救護処罰だけは置いとかないとね。で、ここどうしようか。これ編集しちゃって壁を普通の漆喰の壁に変えちゃうか。それか、ショップを入れちゃうか。バーガーショップ、ビーフ、ピザ、ホットドッグ屋さんか。
コズミックカウシュ、ガルビーソーダが何だ、ガルビーエネジーとソーダどっちが違う、何が違う、くる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 、あれあれ入らない、入らない入らない、クソ、あ、入った、そうだ、お味噌として利用す、あ、でし、オッケーオッケー、ハマってるけど、まあまあいいだろうお店にハマっちゃってるけど、もうちょっと前出さなきゃダメだこれ。これ以上やったら多分ハマっちゃうんだよな。高さを下げる。いや。ダメだな。ガルビー、ガルビーガルビーってこの恐竜がことがガルビーなのかな、一応お客さん来るかどうか見てるか、外も自販機あるよ、お客さん来るかな、来れば、まあ、まあさっき来てくれたからあれだけど、で来れるかな、来そう、あ、来ない、来そうで来ない、設計ミスがあるからね、このね、もともとある道がね、あ、来た来た来た、大丈夫大丈夫、はまっちゃった、あ、はまるはまる、まあいいやよしよし、いいだろう、これはね、これは私がもともとデザインしたやつだからね、こっちはね、持ってきた、こっちに同じ形のねお店がほら、これから持ってきた、看板つけるか看板つけるかとか思ったけど、あの、なんだ、収益がマイナスになった、一瞬1000ぐらいまで行ってたんだけどな一気にまた3時、マイナスがね、ひどいね。どこにいない？やめちゃった？人が多すぎちゃって？すぐやめちゃうんだから。このミルクシェイク、本当に人来るんだよな。こっちか。ほ。お店からの景色。いいじゃん、お店からの景色もいいじゃん。客が殺到しなければな。来た来た、お客さんだよ。結構上は高いね、天井は。Hello, Omnus.
天井高い。天井高いとやっぱ空間がこう、ね、なんつうの、余裕がある気がしていいですね。でもまあ店員はね、入り口から入ってくるから一生ここから出られない。一回入ったらもう24時間ここからね、出ることできないから、もうブラックだからね。すごい儲かる時もあれば儲からない時もあるっていう差が激しすぎちゃってな。うわ、乗ってる。この料金上げるか。まだ行列がいっぱいだって。もうちょっと上げてもいいだろう。8、自販機も売れてるね。自販機から ストロー付きのシェイクが出てくるってことは結構あれだよね、作ってくれるタイプですね。あー混んでるって。おっさん、おっさん、おっさんだね。おっさん一人で乗るにはちょっとハードル高いぜこれ。ちょっとハードル高い。おっさん一人でマジこれ乗る気、嘘でしょ。しかもちょっとカラーがあるじゃん、カラーがこれだよ。あ、おじさん、こっちはなんか家族っぽさはあるけど、嘘でしょ。終わり？終わり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 。これさ、開いたらさ、こうすげえ子供じゃないのにめっちゃ楽しそうにしてるみんな。どうやってこう上のところに乗ってってんの？他のボックスにはどうやって乗ってんの？楽しいのこれ、まあ、若干まあゆらゆらするからちょっと浮遊感があって楽しいっちゃ楽しいかもしれないけど、いや喜ぶのだって小学校低学年まででしょうこれ。おっさん、まあ、おばあちゃんぐらいは、まあ、おじいちゃんおばあちゃんぐらいはまだいいけど、ただのおっさんが一人でこう、この人よ、ただのおっさんが一人でこう楽しみに来てるってなんかすごい、まあうん、まあ楽しいんだろうな、うん、私も一人ディズニー楽しかったし、ただでもこういうのにはならなかった。もしかしてこう一人の人がメリーゴーランド、おじさんが一人でメリーゴーランド乗るかもしれない。なんだこれ、なんだそんなところに立つのか、遠近感わからないよ。これもそうか、上から設置したから遠近感全然わかんなくてさ。明かりがないと困るかなと思って、夜暗いから意外と。上げてもいいだろう。いっぱい人乗ってるし、ここはもともと待機列が短いからね、乗る人も少ない。
もーい。まだ行くぞ。あ、ここで多分いっぱいだな。これ以上多分入ってこない。間に合うかな。間に合うか、諦めちゃうかな。諦めちゃうかな。あ、ギリギリ待機列入る。はい、これでみんなね出てくから、これでね入ってって。あ、ギリギリ入ってくる。嘘でしょ、2回目じゃない君ら。そっから来てるように見えたけど、みんなダッシュで入ってくな。待機列がね短いから、まあ下ね、上まで行かない。あ、行った、上行った。メリーゴーランドの対岸というか、このメリーゴーランドが見える位置にはね、座席を用意してあげたいですね。このベンチャーベンチ、ほい、ね、いやー、ようやく収益が増えてきた。お客さんはいない。喉が渇いてる人多いけどね。どこのどこの値段が高いって、ドリームボート値段高いって、ちょっと下げたか。ここ待機時間が長い。まあしょうがないよね。アトラクションのサイズに、アトラクションというかこの機械のサイズに対して待機列が長いからね。これもメリーゴーランドと同じぐらいのサイズでもいいかもしれないね。これぐらい、これぐらいで切っちゃった方がいいかもしれない。まあ、こっちはまあそのね、人気だからいいけど。点検しに来た。2人もいらんだろう。ふーんじゃないよ。点検入ります。点検入るけど、定員人数は4分の1でスタートしてる。上限なしにしとこう。定員上限なし。1人でも入ったら回せ。はい、よし、終わり。席が空いてるからな。まあなんだろう、あんまり増やしすぎると、まあその毎回マックスの出ると、毎回マックスで人が乗ってるとね、ちょっとなんつうの、故障原因の元になるらしいからね。定員より若干少なめで乗せるのがちょうどいいだったかな。ここが故障中だったからか、収益が少なかったのは。今もうマイナスだよ、マイナス。グワン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 動くコースターで、まあでもいいか。
あ、今やめたな。高すぎるか。いや別にそういうわけじゃないわ。高すぎるか。あー、ちょっとよく高いか。下げるか。ちょっと料金下げようか。じゃあのってくれて回せないとあまり意味がないから。なんで今言った。料金高かったこれ。あ、料金高かった。あー、でも入ってく、吸われるように入ってけ、吸い込まれるように入っていけ。よしよし、入ってく人と入ってかない人がいる。がめつすぎじゃないの。がめつくない。パークを維持するためだ。あれだな、すごい人気だったのにな。急にお客さん少なくなっちゃったな。これこっちは耐久率、ああまあまあ、それなりだね。この人なんかやってんのかな。キャラクターなんだけど、なんかやってる？特にやってないよね。うわー、楽しそう。一瞬で終わるけどね、これ。一瞬で終わるけど、料金高い。あー、料金高いか。ちょっと下げるか。高いって言われちゃうとね。乗ってくれてね、お金払ってくれてねっていう。食べて飲んで遊んで、いや自販機いろんなとこ設置した方が良さそうだな。お金が貯まったら本当にいろんなとこ設置しないと。こっちは相変わらずいっぱいだね。お客さんはどういう風に思ってる？これ やっとここにたどり着いた。せっかち。まだ入ってきたばっかかな、この人たちは。ここはいつも空いてるんだ。このアトラクションだけはなぜかいつも空いてるんだ。普通に面白いんだけどな。うわー、うわー、普通に楽しいと思うんだけどね、これ。うわ
単純だけどこれね面白いよね。うわこの下やっぱ通ってくとすごい結構道沿いでこうやっぱこう通ってきてる。わあわあわあ。どこのショップ？ああ、横に自販機あるのにここはどうしても混む。隣の自販機で買ってください。混んでたら出てくるもの一緒です。出てくるもの一緒です。出てくるもの一緒なのに。どれくらいの間隔でニュースを置けばいいかな。ちょっとパーク管理を見てみよう。概要ライフ、いいじゃん。ああ、やっぱジュース、喉の渇き 60% だね。やっぱ喉渇いちゃってんな。この辺に、ちょっと自販機置くか。ガルビー、カウカウシェイクとガルビー。お、あとゴミ箱。よし、いや寄ってくね、吸い寄せられるように貼ってっから。もういやここはいいか。ああいうここはだってあるでしょ、こっちに。こっちにあるんだよシェイク屋さんが。ここ混むときはめっちゃ混むからな。この辺の道に作るか。あ、足りない、お金が。お金が足りない。いやー、マーケティングボーナスはないけど、ライド評価よくて、景観の評価もよくて、パークバランスボーナスってのがよくわかんない。ファミリーとティーン、大人だけのグループが少ないね。なんだろう、大人向けのパークも作れる。それにしてもお金がない。ちなみにローンは？ここね、一回ローンの返済をね、終わらせて、さらにまたローンをね、借りてるので、この、もうね、お金がなさすぎちゃって借りたんですよ。まあ、利子の分もだんだん払ってはいるんだけど、毎月500。毎月500でギリギリだからな。あと、残り5ヶ月か。頑張ろう。残り5ヶ月頑張ろう。おう。研究費。研究費。マジックトワール。なんだ、研究を開始1。何？いや、今は何も見れないっすよ。お店があった方がいいのか、こういう。それとも、自販機の方がいいのか。
ちがいいんだろう。武器高い？うるせえ。それでも乗ってるじゃないか。うるせえ。しょうがない。乗ってくれなきゃ稼げないからな。下げるか。16でどう？ 16 ドルでどう？乗ってくれる？回転率はいいからさ、これ。ここは回転率いいから。ここお客さん少ないんだよね。潜在的な月収とコストが見合ってないからマイナスなんだよね。これ。本当はプラスにしたいんだよな。これぐらいにしたいんだよ、本当は。ただこれにするとお客さん来ないんだよね。これ、そんな高くないんだけど、お客さん来なくなるの一瞬で。ここで来てもらうためにね、客引きもいるし、客引きもいるし、なおかつ ATM を手前に置いてるんだけど、高くするとね、ここの人はね、多分に、あ、入ってった、吸い込まれるよ、入ってった。よしよし、いいぞいいぞ。割とこう、なんだろうね、アトラクション的にはすごい目玉というかね、向きが悪いのかな。これ向きの良し悪しあるかもな。景観の方向がいいとやっぱりいいのかな。船の前としてはこっちでしょ。お客さんがなかなか、ああ来てる来てる来てる、よかったよ。入ってって、入っていって、さあ入っていって、入ったって、よし。そう、最低それぐらい入ってくれないとね、回せないから。スリは良くないよ、スリは。スリは良くないなぁ。といってもパークの警備はこれ以上増やせないしな。こう、なんだろう、清掃やっぱね、エンターテイナー、あれ売店員がいないんだけど。バグかな、映らないな。全部やると多分出てくるはず。幸福度上げてないのかと、やめられちゃ困るし。従業員もね、育ててたんだけどね、やっぱね、パークのお金が足りないもんでね、すぐにやめてっちゃう。いや、お金が足りないわけじゃない。仕事量が多すぎちゃってやめてっちゃうんだよ。パークは人気なんだけど、ほら同じところを一緒に歩くな、君らは。あ、パーンってやってる。もう一回やって、もう一回やって。あんまり見たことないから。
終わり？あ、終わりだ。終わっちゃった。いやー、もうね、あとね、あとお金だけなんだよ。月間収益4000ドルか。だけなんだけどね。収益マイナスだから。月間収益マイナスだからな。でも、あと、財務状況、あとね、5ヶ月経てば、ローン返済完済するから。そうしたらね、きっと、お客さんの入りはいいしね、評価もいいんだけど、お金たまらないのなんでだろうな。入園料増やすか。ちょっと今、また入園料増やさせてください。ね、入園料増えちゃうとね、今度は、こう、中で遊ぶお金がないですってね、ごたこういう人がいるんだよ。いや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 、君の財布いくら持ってるか知ってるよって。財布の中見れるから、ほら。ね。入場料60ドルって6人できて、え ?6 人 ?5 人ちょっとできてるってこと？ほら、ATM でもほら、お金下ろしてて、ね、足りないって感じたら、足りないって感じたらお金を下ろす。そして遊ぶ。そして君たちはこうセットで動かない。別のエリアに行ってくれ。ほい。バラバラで動いてもらいたいと。ね、どこかがこうやっぱ詰まっちゃうとね。いや、これだけ人いるでしょ？入ってるのがね、故障とかすると一気に、あれだからね。大丈夫そう。料金もうちょい上げるか。12ぐらいにしとこう。豪華なチケットを払ってまで入る気はしないと。わかる。メリーゴーランドそんな払いたくない。これぐらいにするか。お金がないよ。なんでこんな金なくなっちゃうんだろうな。借金地獄。ずっとプラスになっていかないから。何がそんなに減ってるんだろうってぐらいよく減るから。パーク管理費。ショップの売り上げとコスト、見合ってないんだよね。何か、シェイクの料金を上げるか。1ドル上げてっちゃ。よし。おい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 、掃除する人がそんないっぺんに同じとこにいるんじゃない。分散しなさい。
役割が切られてる人じゃないですか。バラバラに動いてほしいな。多分ルートは多分固定なんだろうけど、そのうち前の人が詰まっていくとこう揃っちゃうかな。これ最初チェック入ってないからね。ガルビースイカ、ガルビーゼロカロリー、ゼロカロリーじゃちょっと氷たくさん違うけど、グアバ、ガルビーグアバ、グアバか、ガルビー、ガルビーの、いくらか、レモンたくさん。こっちはカスタムできないから値段しか見れないけど、ショップの場合は中身をこういじれるから、多分幸福度が上がりやすいんだろうね。ギフトショップは、あ、ギフトショップ店員がいない。これは収益に関わる。はい、さあ中に入れ。すっさあ新鮮なスタッフを補充してあげたよ。みんな新鮮なスタッフを補充したからね。みんな寄ってってくれ。ここはどうだ、いるね。よしよし。料金高いと感じてるって言っても乗ってくれるからな。それでもそれはだって魅力ってことでしょ。これ並ぶ人が少なくなったな。もうちょっと高くなっちゃったな。これぐらいですか。ジェットコースターってやっぱこう、なんだ、簡単にこう短い距離のジェットコースターだとやっぱサイクルがいいんだよね。サイクルというかダイヤ、ん、回すのが結構楽になるよね。もうちょい安くするか。乗ってくれなきゃ意味がないから。16ぐらいにやっぱ戻すか。こっちは高いって言っても普通に来るからね、みんな。まあもともとプリセットで作られてるコースだから、まあ、酔いもしないし、まあ平均的だからねっていうのが、私が作ったやつはちょっとねあれだけど、こっちはこっちのコースターは少しあれだけど、こいつは意外といい。作ってからお客さんが途切れることは故障した時ぐらい。だから我がパークではいい収入源になってるんだけどね。困るのがこれなんだよな。これお客さんがね全員席に座ったことは一度もないなんでなんだろうな。面白いはずなんだけどな。スタッフいる？スタッフいるね。ここはスタッフいる？スタッフいるね。程よく来た方がね、スタッフはなんかやりがいとこう料金のなんだ、多少暇で多少やりがいがあってぐらいがちょうどいいみたいで、忙しければ忙しいほどいいってわけでもないらしくてね。日本人逆だけどね。忙しかったらベラボーに楽しいけど、テンション上がっておかしくなってくる。もうなんかその道を極めちゃうからね。
でも研修にお金をあげないと清めてくんないからね。ちょっとその辺が大変。ここはすごい相変わらず混んでる。全員乗ってる？あ、全員乗ってるわ。これ一回も乗ったことないんだよな。乗ってみようか。どんな感じ？おう。結構高いところに上がるんだね。おう。これ油圧シリンダーがいい感じしてるじゃん。意外と回るときは意外とわあ結構来るときは来るな。あ、これは楽しいぞ。目回るな。目回るな。これう上上ちょっと上ってしろ。おい、あ、ダメ、ぐるぐる回るのダメ。あー気持ち悪い。あー、もうそろそろ降りたいよ。降りたいよ。降りたいんですけど。降りたい。まだか。あ、終わった。降りてくる。ああ、終わった。意外とスリルたっぷりだ。まあ、メリーゴーランド乗ったことないから、待ってみよう。ワク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 。これメリーゴーランドのさ、馬ってさ、ケツ硬いから嫌なんだよ。やっぱ馬車とか乗りたい、私は。よし、行こう。あ、そういえば競馬場にあるメリーゴーランドってなんか何だ、競馬スタイルというかね、面子かぶった馬スタイルのやつがあるらしいですね。レッツゴー、スタート。まだ？わあ、わあ、誰もいないけど、わあ。いやー、まあ、おっさんになってから乗るもんじゃねえやな。たまーにこう、やっぱ子供と一緒にね、お父さん乗ろうよとかね、お母さん乗ろうよって一緒に乗るけどさ、興味よ。いや、いいよ、俺、馬車の中乗ってるから。でも、この上のところはいいかもしれない。上はちょっと乗ってみたいわ。メリーゴーランドって、本当に昔からあるよね。一番古いメリーゴーランドって結構、結構ね、なんか世界遺産じゃなくて、なんか文化遺産とかになるくらい結構古いメリーゴーランドってあるんだよね。もう飽きた。なんかすごい レトロ感があるコースターとか作れるね。DLC もあったな。それも入れてもいいかもしんないな。ドラッグライドじゃなくて、コースターで、カスタムってやると出てくるんだけど、で、DLC アイテム付きでやると、どれだったかな。
木製コースター、これかな。全年齢向け、大人とティーン向け、全年齢、全年齢。全年、これ、俺、このゴールドフィーバー、全年齢向けの、ジェットコースターなんだけど、絶対子供乗れないような作り方しちゃったからね。あれ、もうちょっとちっちゃくしてもよかったな。ティーンとファミリー。あ、これ、ティーン向けなんだ。ティーン向けの方がなんかどっちかっていうと、簡単だな。これ全年齢向けコースターだったんだ。やばいな。子供乗ってる？ちょっと見に行こう。子供乗ってるかな？乗ってないね。ちょっと、おしっこ漏らしそうな人が2人ほどいたぞ、今。全年齢向けではないね、これね。ちょっとその辺を見てなかったな。この角度は全年齢じゃないね。もうあそこちびりそうになってた人たち、絶対ちびると思うよ。ここから、ここら辺でもちびっちゃってるの。いやー、楽しいね、このゲームは。あ、やった、収益が1900いってるぞ。いやー、気がつかないうちに。よかったよかった。持ち直してきた。はあ、ということで、今回はこれにて終了です。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。